世界で最も貧しい国の一つ、ブルキナファソ。そんなブルキナファソの市場で聴診器を手に人々と向き合う一人の日本人医師がいました。なんか190の110とかのちょっともう一回やってみてください。Very high。 足痛そうだな。彼が戦っているのは今アフリカを苦しめる沈黙の感染症、ウイルス性肝炎。なんかなんだろうな、その恐怖がなんかちょっと見えにくい。なんていうのかな、肝炎の問題であるけど肝炎の問題じゃないっていうか。ここでドクターが見てくれるのが本当にもう希望だって、希望をもらったってすごい言ってました。すごい感動的でした。アフリカで肝炎との戦いが始まる少し前、稲葉先生は佐賀県にいました。医学の勉強の中で、そのいわゆる医療機器使ったりとかほとんどしないんですよ。やっぱそれぞれ機械によって微妙なコツとかあるし、それが分かってないと出てきた数字を信用していいかどうかとかちょっと分かんないから、スペシャリストの先生にハンズオンで教えてもらえるっていうのはすごいありがたいですよ。そんなコメントでいいですか？いいっす。ちょっと声がまだ朝声になってますけどね、みんな。いや、これ酒枯れです。酒枯れ。稲葉先生が訪れたのは、肝炎治療で日本を牽引する江口病院さん。アフリカに寄贈する予定の肝炎検査機器を見に行きます。全部の医師の意味を取ります。研修させていただきたいので、よろしくお願いします。アフリカでの活躍が期待されるモバイル型肝臓検査機器フィブロスキャン。トントントンっていうのでこう返ってくるあれを、まあ、計算して、その肝硬変の硬さとかの程度が数値で分かるっていう検査なんですよ。もう少し近くに来ましょうか。ちょっと離れてます。実際の検査の様子を撮影させてもらいました。ちょっとじゃあ場所を見させてくださいね。こういうふうに機械がちょっと当たります。でトントントンとちょっと叩かれるような感じがねあると思いますけども、人によってちょっとなんか難しい人がいるけど、うん、さっきの人は結構うまくできました。こういう縞模様がちゃんと出るときはやっぱり、あ、そうですね、あのこの黒いところがちょうど角度を持ってあの斜めに行くときが一番理想的ですね。ブルキナファソでこれを実際向こうの医者とか看護師に指導するってなるとしたら、ブルキナファソの患者さん CT とかデータないと思うので、やっぱ打診でしっかりその肝臓がここには絶対あるっていう、しっかり結構打診で位置決めするっていうのが大事なのかなとは思ったりしますね。トラ模様とかミルフィーユとか感覚的に分かりやすいのっていいですね。なんかでもトライ模様とミルフィーユはブルキナファソで流行らせましょう。トライルかな、ブルキナファソ。タイガーなんていうの、タイガーパターン。タイガーパターン。この支援、決して稲葉先生一人の力では前に進めません。日本が誇る肝炎治療の技術を結集させ、ブルキナファソへ持っていきます。勉強になりましたね。大変勉強になりました。やっといてよかった、本当、うん、ね、ブルキナでこれ活かしてね、役に立ちたいですね。ありがとうございます。お疲れ様です。こうしてチームは遠路アフリカの地を目指します。緊急感のある絵が撮れてる。そうだ、結構緊急です。ボーディングが、このブルキナファソっていう国まで本当に日本から、まずトルコのイスタンブールを経由して、そこからブルキナファソに行って、さらにその中から国内線で、ボボと呼ばれる、町まで行きます。まだまだ長い旅なんですけども、世界最貧国とも言われるブルキナファソ。国内はテロ攻撃にさらされ、2022年にはクーデターが2回も起きるなど、治安も情勢もかなり不安定な状態が続いています。それでも
現地の肝炎患者を見て、もっと早く来なければいけなかったと私たちは思わされます。これ全部ワクチン用ですか？結構すごいな、これ。これですね、ワクチン。この人もなかなかな。ザ・ローカル。本来肝炎はすでに薬も治療法もある病。それがここアフリカで蔓延している理由は大きく3つ。そもそも検査機器が足りておらず治療が必要な患者が見つからないこと。もし感染が判明したとしても治療を続けるお金が患者にはないこと。そして肝炎に関する正しい知識が今なお圧倒的に足りていないこと。どこから手をつけるべきか、稲葉先生も手探りです。どうですか、初アフリカ。でもやっぱアジアとは全然違いますね。あ、そうですね。昨日夜着いた時に街並みだけ見るとなんかちょっとバングラデシュとか思い出したんですけど、やっぱ自分がアジア人だからなのか、やっぱちょっとなんかコミュニケーションを取るのがちょっと遠い感じがするというか、そんなことないのかな。まあ偏見かもしれないけど、なんか表情がなんかちょっと分かりにくいというか、この人機嫌いいのかな悪いのかなみたいな。だからなんかやっぱこう被災地とかその紛争地とか、まあ、ここは違うけどそういうところに行って医療をやるときになんかやっぱこう 非言語の部分でなんか読み取れるところが少ないっていうのは僕らにとってはやっぱ難しいところですよね。課題の一つですね。いくら稲葉先生とて初めての国でいきなり突破口は見つかりません。まずは提携している現地の肝炎患者団体を訪ねます。本物の事務所SOS ヘパタイテス。ここがあの寄贈したフィブロスキャンが使われている施設の一つです。早速稲葉先生は診療室へと向かいます。ちょうど肝炎患者さんを問診していたのは現地のお医者さん。その横にありました、寄贈したあのフィブロスキャンです。この日は地域の肝炎患者への支援として無料で肝臓の検査を行います。やっぱ肝臓の HIV は全部リノコですね、除石も出てフリーなのになんで HIV じゃないんだ。やっぱお金がなくてなんか薬続けられないじゃないし、お金がかかる検査をためらう肝炎患者が多すぎたブルキナファソで、まずは検査を受けてもらい病状を明らかにすることが治療につなげる何よりの啓発です。さあ、稲葉先生の診察が始まります。とはいえ検査にかかる時間はわずか20秒ほど。肝炎は自覚症状の少ない沈黙の病です。こんな定期的な検査が時として命を救います。 OK Finish サボン Yeah Normal リバーいやでもやっぱ上手だと思います、まあ、あんまり打診はしてないみたいけどもプローベのパターンだけで決めてるかな。まあでも日本とブルキナの違い考えたらちっちゃい違いかな。
So you watch this pattern, right? Yeah. This pattern. ああ、このボボジュラスに2箇所。両方ともまあやっぱプライベートな施設で。でも公的な、まあ言ったらそんなにお金がなくても受診できるところだともう首都に1個しかないっていう状況です。Okay. Great.100キロ以上離れた町からわざわざこの検査のためだけに来たっていうのをちょっとびっくりした。日本でもそれ多分あんまやらないんじゃないかな。100キロ離れてる病院にいるんですよ。だから結構求められてるってことなのかな。うん。わ、うん。ハッピーサボン。現場を見てこそ本当に必要な支援ニーズは見えてきます。まあ正直だからあんまり日本から医者とかが送る必要はあんまない。本当ね。そうそう、遠すぎるし、だからどちらかこうアウェアネスをする、まあ、それこそ肝炎コーディネーターみたいなのをどう広めていくかっていうことじゃない。停電は暗くなったのと今クーラー壊れたじゃん。むちゃくちゃ暑い。もちろん検査しただけでは肝炎は治りません。まだ越えるべき壁がたくさんありますが、稲葉先生はあることに気づいていました。なんか入ってきた時すごい緊張してるけど終わってあれだよ、ね、出ていく時には笑顔になって出ていく、すごい安心してるんだけど、やっぱりこう陽性だって言われてそこからすごい不安になってて、いつ肝臓が悪くなるんだろうっていう不安を抱えてずっとやってるから、まあ、それがこういう検査で、あ、今肝臓大丈夫だよってやっぱ目で見えないけどこう数値で言ってもらえるっていうのはもう明らかに表情が違う。200万の肝炎患者を抱える国で、これはまだあまりにも小さな一歩。それでも次につなげる手応えは確かに感じました。ドクターが見てくれるのが本当にもう希望だって、希望をもらったってすごい、すごい感動的でした。そっか、なんか今までそのもちろんフルロスキャンってそのガイド治療ガイドラインとかでいくと重症者を見つけるみたいなやっぱりと思ってたけど、それだけじゃなくて軽い人にとっても大丈夫だよ、全然安心、検査とか受けられない人にとっては安心感が必要ですね。数値はいいんだ、数値で見えるから大丈夫だよって言ってあげる、あなたの感想大丈夫だよって言ってあげるから めっちゃ笑顔で、もう一台、もう一台必要ですね。もう一台ここに。新たな気づきを胸に稲葉先生は最後にこう語ります。ブルキナファソ、まあ、アフリカって本当になんかね危ないとか騙されるんじゃないかとかなんか怖いことばっかりいろいろ想像してきましたけど、まあ、ブルキナの人はやっぱ結構ね実直で真面目な人って実は多くて、全然スキルがないわけでもないし勉強してないわけでもないけど、まあ、純粋に物がなかったりとか、やっぱりこう個人とか組織が頑張るだけではやっぱ政治がいけてないとやっぱこう人は救えないんだなっていうのはよく分かりましたね。医療従事者が別にサボってるわけではなくて、みんな真面目にやろうとしてるのにうまくいかないこう仕組みがいっぱいこう転がってるっていう。日本の医者が何かこう手術を教えたらいいとか、まあ、そういうのよりももっと前にやっぱやることがいっぱいあるっていう感じはやっぱあって、肝炎とは何かみたいなことをまず知ってもらうっていうところをもっとやっぱ力入れてやった方がいい。がんの治療も本当できないですよ。もう肝臓がんの手術ができる病院で国に一つしかなくて、でその手術のクオリティもまあ聞いたところだとまあ非常に低いっていうか、まあまずそのがんになった人を治すっていう概念自体が非常にこうこの国ではまあ薄いというか、だからもうがんになってしまったらある意味終わりみたいなところもあって、手術やるとしても全部自費で払わないといけない。すげえお金持ちの人がお金払って本当にそれできるかどうかみたいな、だからそれを日本から来ていきなり教えるとかいうことでもいきなりないんですよね多分ね。まあその前にやっぱりこう知ってもらってちゃんとチェックして、あの肝炎を予防してがんになる人を減らすっていう方がもちろんコスパもタイパもいいみたいな、まあ、やっぱそういう世界だとは思うんですよね。でも、まあ、極端なしそうやってこう啓発だったりとか肝炎の人を減らしていく活動っていうのは別に医療者じゃなくても医者じゃなくてもできるかもしれないけど、まあ、がんになった人を治療するっていうのはやっぱり医者じゃないとできない仕事なので、その次の段階っていうのはそこなのかな。ああ大丈夫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 。
めっちゃなんか蚊に刺された気がして、マラリアめっちゃ心配なの。大丈夫飛行機の中で発熱しないでください。来週あたり発熱するかもしれないありがとうございました、はいはい、最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録よろしくお願いします。